皆様こんにちは。神戸でメイク講師をしていますメイクアップマイスター結城留美子です。今日もよろしくお願いいたします。少し間が空いてしまいましたが、ファンデーション眉をやってきました。今日は、アイメイクをやっていきたいと思います。はい、では早速いきたいと思いますけれども、その前に、少し私のお話をさせていただきたいと思います。メイクをするときに、私は椅子ではなくて、バランスボールをに乗ってメイクをしています。もうこれね、一石二鳥ということもありまして、お腹にグッと力を入れるトレーニングとともに、ブレずに、どんなシチュエーションでもメイクができるように、自分でのトレーニングにもなっています。はい、ではちょっとこのままカメラを移動しますね。こんな感じでバランスボールを持っています。はい、ではアイメイクに行きたいと思います。アイメイク2種類やっていきたいと思うんですけれども、まあ、こんな感じで、4色のパレット3色のパレットをお持ちの方がほとんどであるかと思います。中高年の場合は1色塗りっていう形でいいかと思いますけれども、今日はお手持ちにありますパレットを使ってアイメイクの方をやっていきたいと思います。はい、まず一番最初にすることはアイホールを明るくするっていうことがポイントになってきます。お顔の中で、まぶたのまぶたの皮膚っていうのはとても薄いです。加齢とともにやはり、くすみが出てきますので、そのくすみを飛ばすことがとても大事になってきます。はい、ではこの一番明るい色のこの、はい、アイボリーですね、これを取っていきましょう。はい、たっぷり取りましたら、手の甲がパレットになりますので、手の甲で一度なじませてください。まだティッシュでも構いません。毛の中に、色の方をなじませていきます。そしてアイホールですね、アイホールに向かって、下から上と、もうゆっくりと眉毛を描いたあたりまで全体に明るくトーンをしてもらったら良いかと思います。はい、なぜこの際からスタートしたかと言いますと、ここが一番強くつきますよね。だんだん上に上がっていくにつれてグラデーションがついていきます。はい、こんな感じですね。右と左見てもらったら分かると思うんですけれども、ワントーン明るくなります。お時間ない時はこれだけでも目の周りが明るくなりますので、やってみてください。はい、では次に行きますけれども、では、次入れたい色を、中間色ですね、入れたい色を入れていくんですけれども、まあ、今日はこういったオレンジ系ですね、これを入れていきたいと思います。そろそろ、春にもなるしピンクを入れたいなという時はピンク、夏になりましたらブルー入れたいなと思いましたらブルーという形で、色を今から入れていきます。はい、先ほどと同じように、たっぷりとつけていきますね。全体に、オレンジを含ませてもらったらいいかと思います。はい、手の甲でなじませてください。はい、先ほどと同じように、目の、際からスタートして、車のワイパーのように徐々に上に上がっていってください。はい、グッとこう引っ込みますよね、ここにね、アイホールっていう場所ですね、そこまで行きましたら終えましょう。はい、こんな感じで入れましょう。中高年の方ね、ここで止まってしまう方とても多いんですけれども、目を開けた時にもう中に入り込んでしまって、ここまでしか色を入れてないと、目を開けた時に見えない場合が多々あります。必ずこのアイホールまで入れてください。その時にポイントがやはり
この際からスタートするということがポイントになってきます。アイホールまで入れたいわと思われて、ついついこの上からスタートしてしまうと色が非常に、表に出すぎるっていう、トラブルになってきますので、そこは気をつけていただきたいと思います。はい、では次、今、1番2番と入れてきました。では3番のこの濃い色ですね、これは必ず入れてほしいところです。やはり締めるっていうことがとても大切になってくるんですけれども、締め色を、目の際に入れていきたいんですけれども、ここで、少しポイントありまして、よくやはり中高年になりますと、まぶたが降りてきますよね。引力の法則には勝てません。どうしても下につきます。ついてきたり、困って、時間が経って、目の下について困っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった方はライナーですね、こういったアイライナー、これを先引いてもらうこともあります。またこの筆タイプ、ウォータープルーフタイプなので、筆タイプを先に塗って、仕上げるっていうことをやられた方が、後でシャウダー、このシャドウですね、このシャドウを、上にかけることによって、蓋をするっていう形になりますので、落ちにくいかと思います。はい、では今日は、パレットを使ってですので、こちらの、ここですね、この締め色を入れていきたいと思います。こちらの方ね、チップで細い角を使って、入れられると入れやすいかと思いますので、目の際から入れていきますね。これはもう本当に目の際ギリギリに入れてもらったらいいかと思います。はい、どうでしょうかね。はい、はい、締まりますよね。締め色を入れることによって目がキリッと締まるかと思います。時間のない方はもうこの 1,2,3 パターンで仕上がってもいいかと思います。しかしよりもっと目の方をクリアにしたい場合は、筆タイプのアイライナーを使ってちょっと引き上げて、まつげとまつげの間をこういう形で手の方を動かして入れていくと、より目元の方がはっきりするかと思います。はい、どうでしょうか。少しアイライナーが入りました。なかなか一番最初、慣れない場合は目全体に入れるっていうのは難しいかと思います。目尻だけでもキリッとした感じになるので、目尻からスタートしてもらったら良いかと思います。もう一つここで自分でやる時のポイントとしまして、どうしても、空中で描きますと手がブレてしまいますので、顎に固定、手の、ひらですね、ここをクッと固定をしてもらって、こういう形で描かれますと安定しますので、手の指だけを動かして綺麗に、描くことができるかと思います。またまつげとまつげの間っていうのは下からこういう形で入れた方が描きやすいかと思います。また、一重の人はもっと目を大きくしたいわという方は、またまつげの生えてる上の方に1本、またもう1本プラスして引いていただけるといいかと思います。やはりどうしても筆タイプは苦手だなと思う方は、こういったアイライナーを、ちょっとこう丸いい感じのこういうねアイライナーを、使っていただいても良いかと思います。とてもテクニックいらずで簡単に綺麗にアイライナーが引くことができます。ただここで問題なのは、硬い芯は、ギュッギュッとこう目の、シワを作る原因にもなりますので、極力柔らかい芯を選んでください。柔らかい芯を選ぶということはやはり折れやすいという難点もありますけれども、毎日のことなのでシワを増やさないという点では、柔らかい芯の方が良いかと思います。だんだん手の加減の方が分かってきますので、こちらの方もすぐ慣れるかと思います。この2種類のアイライナー使いができると、いろんな TPO にも使えることができるので、ぜひ、やってみてください。
はい、いかがでしたでしょうか。アイラインの、使い方になりました。一色使いの場合は先ほどのこのアイボリー系、または最近は、淡いピンクの一色というアイシャドウも売っています。経済的でもありますので一色だけ買い、あとこちらの締め色、またこちらのアイライナーで目の方をキリッとさせるっていうやり方が良いかと思います。はい、ぜひ試してみてください。では次回ビューラーの使い方をやってみたいと思いますので、また見てください。ありがとうございました。